今回の動画は5月が権利確定の株主優待銘柄です。その中でクオカードがもらえる銘柄7つについて比較してみます。コンビニやガソリンスタンドで使えてとてもお得なクオカード、そんなクオカードがもらえる株主優待銘柄は結構人気です。5月も結構優待銘柄が多いので今回の動画を見て参考にしてもらえたら嬉しいです。この配当優待チャンネルでは投資などに関する情報を毎日、情報を見逃さないためにもチャンネル登録もお願いします。それでは早速始めていきます。最初に紹介するのは証券コード1419のタマホームは116,000円でクオカード1000円分で利回りは 0.9% です。3160の大光は66,000円でクオカード1000円分で利回りは 1.5% です。3201のニッケは92,900円でクオカード1000円分で利回りは 1.1% です。3892の岡山製紙は92,800円でクオカード500円分で利回りは 0.5% です。6044の三期サービスは114,400円でクオカード1000円分で利回りは 0.9% です。9265の山下ヘルスケアは201,900円でクオカード500円分で利回りは 0.2% です。9765の大場は54,000円でクオカード500円分で利回りは 0.9% です。次からはPER や ROE、自己資本比率など結構重要な内容です。今回指標などの数値については投資されている方にはおなじみのバフェットコードさんのデータを使っています。バフェットコードさん本当にありがとうございます。数値について単純にランキング形式でお伝えして最後に総合のランキングを表にしましたのでお楽しみに。それではまず PER です。PER は10倍以下だと割安と言われています。1位が岡山製紙の 5.5 倍。最下位は大光の 33.6 倍です。次に PBR。PBR は1倍以下だと割安と言われています。1位が岡山製紙の 0.5 倍、最下位は三期サービスの 2.5 倍です。次にミックス係数。ミックス係数は PER と PBR を掛け合わせたもので、日本株だと 11.25 倍以下だと割安と言われています。1位が岡山製紙の 2.8 倍、最下位は大光の 61.2 倍です。次に配当成功です。1位は岡山製紙の 12.1%、 最下位は山下ヘルスケアの 74.2%。 次に営業キャッシュフローマージン比率。営業キャッシュフローマージン比率は営業キャッシュフローを売上で割ったもので、現金の入ってきやすさを表すもの。1位がニッケの 10.8%、 最下位は山下ヘルスケアのマイナス 0.2% です。次に営業利益率です。1位がニッケの 8.3%、 最下位が山下ヘルスケアの0.8% です。次に ROA。 ROA は当期純利益を総資産で割ったもの。1位が大場の 11.6%、 最下位は山下ヘルスケアの 0.7%。 次に ROE は当期純利益を純資産で割ったものです。ちなみに純資産は総資産から負債を引いたものです。1位が大場の 24.3%、 最下位が山下ヘルスケアの 2.1%。
次に純利益率です。1位は大葉の 11%、 最下位は山下ヘルスケアの 0.2% です。次に総資産回転率です。1位は大光の 3.3 回、最下位は岡山製紙の 0.8 回です。次に財務レバレッジです。1位は岡山製紙の 1.5 倍、最下位はタマホームの 5.2 倍です。次に自己資本比率です。1位は岡山製紙の 69%、 最下位はタマホームの 19% です。次に DE レシオです。1位は岡山製紙3期サービス山下ヘルスケアの 0.0 倍、最下位はタマホームの 1.3 倍です。最後に流動比率です。1位は岡山製紙の 261%、 最下位は大光の 106% です。それではグラフについては以上です。まとめということで見てもらった項目について表にしたものがこちらです。それぞれの項目について1位は赤、2位は黄色、3位は緑色で塗りつぶしてあります。そして1位1ポイント、2位2ポイントのように順位でポイントをつけてみました。会計が合計が一番少ない合計ランキング1位は岡山製紙、2位日経、3位大葉、4位3期サービス、5位タマホーム、6位山下ヘルスケア、最下位大光。1位の岡山製紙は総合利回りは低めですが割安感があり財務が良い感じです。2位の日経は割安感があり利益率が良く財務も良い感じです。3位の大葉は収益性が良い感じですね。ただ借金がちょっと多めかなという感じがします。それでは今日見てもらった内容のおさらいです。 PER、 PBR、ミックス係数、配当成功、営業キャッシュフローマージン比率、営業利益率、ROA、ROE、純利益率、総資産回転率、財務レバレッジ、自己資本比率、DE レシオ、流動比率、まとめの表。それでは今回の動画は以上です。次の動画もぜひご覧ください。バイバイ。